全部喋ってもらうよ。あんた、アトラスアサシンとして英才教育を受けて1000人以上も葬ってきた名打ての暗殺者よね。うちの最強の戦士まで危なかったとか。最強の戦士だってよ、嬉しいじゃねえか。いって。いい、アテナ、よく聞いて。一つだけ質問するから、納得できる答えが聞けなければ殺す。打ち方用意。じゃあ一度しか聞かないから、どうして？長い長い話だ。ジェネラルノックスの死後、私は傭兵としてパンドラをさまよっていた。ある日、とあるハイペリオンのプログラマーから仕事の依頼が来た。月に来い、ボルトを見つけて英雄になれと。ハイペリオンは信用できないが、空腹の私に仕事を断るという選択肢はなかった。で、何を見たの？暴力、狂気、そして英雄。もしロストレギオンがヘリオスを吸収していなければ、何もかも違っていたかもしれない。勝ちだぜ。
パンドラ一の射撃よ。センターコードを再コンパイル中。対衝撃準備。俺の勝ちだぜ。パンドラ一の射撃よ。無駄だってわからないのか。行くぞ。正義を執行するわ。罠にはまるなら今ですよ。無駄だってわからないのか。発射用意。リロード完了。直角にこれをこうです。戦闘配置。そのまま撃ち続けてみろ。正体に応じていただきありがとうございます。あいにくヘリオス宇宙ステーションはおかしなダールの軍隊に攻撃を受けています。エコー端末を装着してください。ではこちらにジャックの元に案内します。ナイスロケットです。着陸がイメージでしたが努力賞です。クランプトラップ起動シーケンス。散らかっていてすみません。ロストレギオンの襲撃でのっぺきならない状況でして。クランプトラップ起動シーケンス開始。原則1、人類を保護せよ。原則2、ジャックには絶対服従せよ。原則3、ダンスせよ。違う違う、原則3取り消し。